はいどうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回はこちらのアルコールやっていきたいと思います。ということで、今回はこちらですね。戦力を整える。超人祭かな、特別編ですね。こちら、さくらの誕生記念。ということで、まあ、超人祭特別編来ていますので、まあ、こちらをね、まあ、10連と、まあ、15連かな ?15 連、まあ、最大、引こうかなと思います。で、今回は、まあ、別に桜がめっちゃ欲しいってわけではないんだけど、 P マイルが 3.9 倍で、まあ、あの隣石1個使うと、P マイル7手に入るので、まあ、10連引けば350かな、うん、350手に入るので、まあそれを目当てで、引いております。前回ね、テンテンのやつ引こうと思ってたんだけど、ちょっと集まんなくて結局、まあ、引けなかったので、20連目がまあ今回桜が誕生日ということで、結局ね、結局ではないけど、まあ 3.9 倍が来たので、まあ普通の時に引くよりかはね、いいので、今回こちら10連引こうかなと思います。で、内容一覧が、こちらですね。新規追加の、まあ神殿、秘殿の方の桜ですね。が、新しく追加されていて、で、一応ね、新しい桜、こっちの桜も、まあ追加されておりますと。普通のやつですね。これ超人祭限定とかではないです。で、まああとは今まで通りの、まあ超人祭限定桜。と、前回出たサスケですね。まあこれ僕持ってるので、まあ正直いらないけど、まあ一応ね、人狼レベルが上がるので、まあ持っといてもいいのかなとは思っております。で、初回はこんな感じですね。2% ですね。2% の確率で、新しい超人祭限定桜が出ると。で、確かこれがイベントの特攻にもなるはずなので、まあ桜出た場合はね、イベント走ろうかなと思います。はい、行きましょう。まあ、承認試験とかね、全然やってなかったんで、まあ、次ちょっとね、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、今回全然やってなかったです。行きましょう。まあ、演出は渋い。演出は結構渋いですね。何も来ない。まあまあ、これは P マイル目当てみたいなとこありますから、実際ね。はい、来ました。うん、鹿丸。この鹿丸もね、だいぶ古いからね。せめてなんか新しい、持ってないキャラが欲しいです。いやでもなんかもう最近ね、超人祭とか引いててもね、やっぱりもう限定ぐらいしか欲しいのないよね、ほとんど。限定がね、やっぱ一番使えるから、あとはイベントの特攻のやつとかね、引けるならいいけど、基本、もう限定ばっかだからね、使うとしたら。はい。久しぶりにこんななんか渋い引きだったな。確定1枚のみの鹿丸のところですね。じゃあちょっと単発で引こうかな。ちょっと待って、今なんか集めれる任務ないかな。隣席。ないね。別にないわ。多分イベントやればちょっとは溜まると思うけど、50までは多分いかないと思うので、まあ、単発で5回引きます。単発基本引かないんだけど、まあ今日 3.9 倍だからね。あれ？あ、そっか、30。今何 P マイル入った？おい大先生、大先生、先生じゃないっけ。マイトダイ出ました。マジか、びっくりした。はい。5個で何ピーマイル手に入るか。39。そうなんだ。待って、1回で7でしょ。30、まあ 3.9 だから、一応ちょっと上なのか。で、39ピーマイル。まあ、これはまあ出ないと。思った方がまあいいでしょう。はい。っていうか、単発でまさかあそこでマイトダイは当てるとは思わなかったな。2869か。じゃああとちょっとで、ナルトゲットできます。やっとナルトまだゲットしてないんだよね、神殿秘殿の方のやつ。だからちょっとなるべくね、今日中に隕石何個か集めれたら、あと3回ぐらい引けばあと15個どっかで溜まるかな。イベントやっても多分15個はたまんないような気がするけど、まあでもまだ一応3月もね少しあるので、まあ3月中までは交換できるはずなので、ナルトはまあそれまでに 3000P マイル集めて、まあナルトはね交換しようかなと思っております。でまあ今回のイベントはね、まあ一応特攻いるんだけど、サスケがね、前回のまあ一応ちょっと走るか走らないかはわかんないですね。まあ一応累計は軽くやるかもしれないですけど、まあちょっといろいろと考えようかなと思います。で、次回のね、承認試験がね、地属性だけ
限定となっていますのでね、ちょっと難しいかなと思うんだけど、ちょっと狙ってみたいなと思います。これもね結構ちょっといろいろ使っ、いろいろではないけど、まあちょっと使ったんだけど結構強かったので、ちょっとねこれもゲットしたいですね。これも何回か上位に入んないといけないんだよね確か。進化素材かなんかだっけ、どれだ、見れないのかな、この覚醒、そうだ覚醒のところがね、なんか変なアイテムいるからなかなかね育てるのも大変だと思うんですけど、ちょっと一人ぐらいはね欲しいなと思っております。まあ、なので地属性のキャラがね何がいるかっていうところだよね。忍びを鍛える、いけるのかな多分無理な気がするけど、あでもイタチ2枚持ってるのか、それでかいね。でもこんだけしかいないもんな、星6地属性の基本星6で戦うでしょ多分あんま承認試験やってないから分かんないんだけど、まあいけそうならばまあやってみてもいいのかなと思っております。ということでね皆さんもねぜひぜひ、今ね P マイル、3.9 倍来ていますのでね、ぜひぜひ引いてみるといいかなと思います。初任試験もねまあ入った方はねおめでとうございますと。20名ぐらいしかねいないと思うんですけど、まあこの動画見てるか分かんないけどね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ということで以上たくみでした。じゃあね。